台湾の安吉です。九州をつなぎたい。来ましたね。来てきました。長崎県西海市、はい、長崎バイオパークの方にやってきます。 A 姉さんとのコラボぶりですかね、うんうんうん、来たのは。今日は九州産の美味しいお野菜を動物に食べてもらいましょうという企画でございます。ね、ここね、動物と触れ合えるっていうのがね、すごいとこなんで、ね、間近で触ってと、うん、今日はこの後いろんな動物ご紹介いただける方に来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。バイオパークの上近様です。はい、上近です。よろしくお願いします。いつもあの動画の方拝見させていただいてます。YouTube の撮影をされてます。早速最初はカバ、いきなりもういきなりもうカバ、今日の一大イベントです、うんうん、カバのところに行きたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ママ、スイカ、スイカ、スイカ。おお、来た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 。スイカ好きなんですね。好きなんですね。おもちゃんにあげます。待って、ゆっくりね、ゆっくりね。おお。うわ。うわ。すごい。うわ。一瞬。うわ。おお、めちゃくちゃ。こちらけね。すごい。うわ。よく冷えたスイカを持ってきたんで、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと怖い。でしょ、怖い怖い。うわぁ、すごい。一瞬だ、ね、夏暑いからね。初期払いで、初期払いで。もう少しで乗り切れそうですね。カバからしてもそのスイカって、まあ、高級というかなんか、まあ、ご褒美的な、ご褒美的な、ただ知ってますけどね、やつは毎日知ってますからね。あ、そうなんですね。毎日イベントで、ごめんなさい、1個だけなんです。カバって前に4本ぐらいしか歯がないと思われてるんですけど、実は奥にいっぱい歯があって、本当40本トータルで、40本、はい、人間より多いですね。ペロリ、ペロリどころか一瞬でなくなりました。動画でいろいろと見てたんですけど、いやもう想像以上。ももちゃんが食べてくれたのが熊本産のスイカ、うんうん、デメタ君が食べてくれたのは今回ちょっと熊本産ではなくて北海道産での美味しいスイカというところで2人も美味しく食べていただきました、はい、別の動物に行きましょうか。行きましょう。レッツゴー。食べてどこ行った？あ、いる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 。おおおあのリラックス感いいですね、かわいい。めっちゃリラックス。餌かって。黒キツネザルとキツネザル。いやいや、両方黒キツネザルで色違うんですよ、オスメスで。メスが茶色なんで。あんた大きくなったね。今年までだと思うんですけど、この子もう何ヶ月かぐらいですぐ、今年5月に生まれたんじゃなかったかな、もうちょい近くに。うわ、怖いな。はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。来てるぞ、来てるぞ。もうごっちゃごちゃしてるよ。後ろが来た。来た来た。こっち来た。こっちから来たの。なんで。どうぞ。おお、すごいすごいすごい。あ、みかん食べてる。みかん食べてる。みかん食べてる。おいしい？おいしい、おいしい。もう一個。おー、みかん食べるんだ。佐賀さんのみかん。これが佐賀さんのみかんだと思います。おー、みかんだね。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 
みかんめっちゃ売れた、うん、ああ最後最後なし、あ全部食べてくれた、美味しいですか、これ何ですか、リンゴ、リンゴとバナナ、リンゴとバナナ、すごいオッケーに入っちゃった、すごい人懐っこいな、背中をこう近づけて、まあまあ、こっちとか手持ってたらこう肩乗ってくるんでも俺は持ってないよ、そうそう、おお来た来た、おお、あ、あったかい、そういうことだ、あったかい、くるくる、きた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 、あと取られちゃう、大丈夫、マフラーみたい、すごい、一旦入れていいですか、え、かわいいな、かわいい、おおおおやれって言って、おお一瞬でなくなっちゃった、もう持ってないんやけど、ほわだった、ほわでしたね、まだいる、行こうか行こうか、連れて行こうか、俺とも俺とも遊べっち、出て帰りますよ、いや、いてて噛んでたよ、爪じゃなくて、今、キュッてやつ、愛情表現かな、いい、ヤギさんにキャベツあげていきたいと思います、熊本さんのキャベツです、早い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 、やっぱ熊本さん違うね、やっぱほら、おお、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まだ全然むしれてないから、うわ手食べられた、おしまーい、おしまーい、熊本さんキャベツ一瞬でなくなりました、長崎県産みかんです、長崎県産みかんからね、いくよー、ほい、お、やべ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 、ごめんごめん、いいね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 、早い、あ、取りに行った、あ、取りに行ってる取りに行ってる、すごい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 、おー、ちゃんと手で向いてますね、あの子、おー、すごい上手、面白い、お、上手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 、おー、で、分けてる分けてる分けてる、すごい、分けてますね、しかも、本当だ、面白いな、来た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 、これは大分県の梨です、おお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 お、持ってかれ持ってかれて、持ちた、うわっ、力めっちゃ強い、鼻を使ってめっちゃ上手に食べてる、皮も食べてる、来た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 、うわー、うわすごい、この音、喧嘩するんで、落ちた、喧嘩しますよ、気をつけないと、いいよいい、あ、喧嘩するんですか、いっぱい来た、いっぱい来た、偉いことになってきた、偉いことになってきた、はい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 、おお、まだまだ来た来た、だいぶ軽くなってきました、食いっぷり良かったね、食いっぷりめちゃくちゃ音が好きやよ、音すごい、なんか切ない感じで見てこれ何なんだろうみたいな感じの、うん、スイカいつも食べるんですけどね、これで入れるんだダメなのかな、スイカ、スイカ、おー、おスイカには興味があるんだ、スイカとメロンと並べてみましょう、スイカとメロン、わあ、どっち食べるかな、どっち食べるんだ、おスイカや、スイカか、しっかり認識してるんだね、私のトモカもちょっと興味ありそうな声見てますね、うん、ちょっと気になってますね、あれ、あ、そうだな、おおおおおおおメロンもいった、食べました、すごいすごいすごい、すごい、こっちもうまいじゃん、なんか、ペッてなっちゃう、ペッて皮がね、皮も食べる、皮が食べるのかな、やっぱ強いんやろね、カモリちゃん、あー、相当強いでしょうね、
長生きしてね。千年。千年。尻尾がすげえ。いいですよ。慣れてると思う結構。手からもらう。おお。あれ、尻尾食べた？もうごめん、ない、うん、ないんだよ。まだやれと、まだやれと、はい、もうないね、ないよ、ごめん。はい、ということで、九州産の野菜、うん、揚げてまいりました。そこそこよく食べてくれたんじゃないかなと。あー、よかった、だね、一部ですね、ちょっと九州産じゃないものもありましたけれども、うんうん、みんなバクバクと食べてくれて、ね、気持ちよかったですね。気持ちよかったね。スイカがね、大人気が、ね、スイカ、どの動物のスイカが大人気で、いろいろと今日はありがとうございました。以上、九州をつなぎたいでした。ありがとうございました。キリンさんだよ。バイオパークにも来てね。Somebody's sky.